土壇場プーチン最新の衝撃シナリオ、ウクライナに核ミサイル落とし。核ミサイルで原発を狙う。ウクライナの反転攻勢が勢いづいている。ロシアが一方的に併合を宣言した4州でウクライナ軍は要衝や集落を相次いで奪還。冬の到来を前にさらなる進軍を急ぐ。小型の核兵器を使うべきだ。ロシア軍の劣勢を受けてプーチン大統領の盟友、ロシア南部チェチェン共和国のカディロフ首長は、戦況を打開するためには核ミサイルの使用も辞さないと発言した。防衛研究所防衛政策研究室長の高橋杉雄氏がこう警告する。前提としてロシアは核保有国であり、ソ連時代も含め核兵器を使用することに関して何十年も研究している国であることを忘れてはいけません。ロシアと戦争をしている以上、核兵器が使われる可能性は常にあると考えなければいけない。その上でロシアはどのような状況で核兵器を使用するか、一つは核兵器を使えばこの戦争に勝利すると考えられるとき、もう一つは逆に核兵器を使わなければ敗北してしまうときです。現在ロシアは後者の状況にあります。ただし劣勢であっても通常兵力で戦況を好転させられるのであれば核兵器を使う必要はない。現在進めている予備役の部分動員による戦線の再構築がうまくいかなかった場合に核兵器の使用が具体的な選択肢として浮上するでしょう。プーチンは9月下旬に国民の部分的な動員に踏み切ったが、国外脱出する国民が続出し、高齢者や実戦経験のない若者までもが動員されている。プーチンは核使用をすでに決断か。一方米国はウクライナに新たに6億2500万ドル、約900億円規模の武器供与を行うと発表し、高機動ロケット砲システム、ハイマースなど、西側の最新兵器がより充実していく。ウクライナ軍による奪還地域はさらに拡大する見通しだが、追い詰められたプーチンが取れる手段は限られている。まずは、ウクライナとの国境付近のロシア領で、核実験を行う可能性はあると思います。これならあくまでも実験と言い訳ができますし、同時にウクライナに対して核ミサイル発射の恐怖を植え付け、前線の戦意を削ぐことが期待できるかもしれません。軍事ジャーナリストの菊池雅之氏。だが、ゼレンスキー大統領は、ロシアによる4州の併合は無効だとする法令に署名し、プーチンとの交渉は不可能だと断言している。核実験で奪還作戦にブレーキがかかるとも考えられない。土壇場に追い込まれたプーチンが頼る最後の手段は、ウクライナに核を落とすことしかない。筑波大学名誉教授の中村逸郎氏が言う、プーチンはすでに核兵器の使用を決断している可能性もあります。そしてそのシナリオは二段構えになるはずです。まずは戦術核でザポリージャ原発を狙う。国際法上はありえない話ですが、プーチンの論理で言えば、原発のあるザポリージャ州はロシアの領土になっています。つまり、ロシアの領土内にウクライナが侵攻している。ロシアの核戦略ドクトリン、基本原則によれば、ロシアの国家的存続が脅かされたならば、核での反撃が認められています。ウクライナが国家的存続を脅かしたから、ザポリージャ原発に核を落としたと正当化するはずです。その結果、ウクライナが放射能で汚染されようと、プーチンは意に介しません。併合した4州に対する攻撃の仕方を見ても、制圧した後に統治することなど考えていないのは明らかでしょう。国土を焦土にすることでウクライナ人の心を折り、屈服させるのが目的です。世界最大の原子力潜水艦、ベルゴロド。ロシアが戦術核を使用したら、NATO はどう反撃するのか。元米陸軍欧州司令官のベン・ホッジス退役中将は、A 氏の取材に対し、ロシアが戦術核を使用したら、NATO 諸国は、通常兵器で黒海艦隊を殲滅すると答えている。プーチンは、NATO 諸国が報復に核兵器を使わないと見越し、
次の一手として世界最大の原子力潜水艦ベルゴロドを動かしているようです。この潜水艦は核弾頭を搭載できる新型原子力魚雷ポセイドンを積んでおり、大西洋で爆発すると放射性物質を含んだ巨大な津波を生じさせると言われています。前出、中村氏。ロシアがウクライナに戦術核を使用し、 NATO が反撃を加え、それに対してロシアがより破壊的な戦略核を使えば、世界は核ミサイルの応酬に巻き込まれる。全面核戦争も辞さないプーチンの狂気に NATO が恐れをなしたら、西側諸国はウクライナを見捨てるほかない。それこそがプーチンの思うツボだ。世界はアルマゲドンに突入する。一方、NATO が核兵器で応戦したら、世界はアルマゲドン、世界最終戦争に突入する。その場合、数時間以内に900万人を超える死傷者が出るという衝撃のシミュレーションを行ったのが、米プリンストン大学公共国際問題大学院准教授のアレックス・グレーザー氏だ。19年にグレーザー氏が YouTube で公開したプラン A と題したシミュレーション動画は、バルト海沿岸カリーニングラードのロシア軍基地から核爆弾が発射され、ドイツとポーランドの国境付近に落ちるところから始まる。ロシアのウクライナ侵攻開始後に改めて注目を集め、420万回以上再生されている。グレーザー氏が語る。冷戦の終結以来、今が最も核戦争の危険が高まっています。もしプーチンが核ミサイルを使い、 NATO が核使用で応じたら、世界は破滅的なことになる。ロシアと NATO の間では対話ルートが機能しておらず、誤解によって状況が悪化し、核戦争が無制御な状態にまですぐに進展する可能性があります。そしてグレーザー氏は最大の懸念がプーチンの決断にあると続ける。プーチンが今何を考えているのか本当にわかる人はいないと思います。プーチンの意思決定にはクレムリンの側近でさえも関わることができない。プーチンも核ミサイルを一発撃ったところで現在の局面が打開できるとはおそらく考えていないでしょう。しかし、プーチンが生き残るために核ミサイル以外にどんな方法を考えているのかがわからないことが最大の問題なのです。現実味を帯びてきたプーチンの核落とし、最悪の事態を回避するには、プーチン失脚以外に方法はないのだろうか。ロ軍部隊に囚人2000人、ゼレンスキー氏、テロ国家の証拠。ウクライナのゼレンスキー大統領は16日のビデオ声明で、ロシア軍が全域の制圧を目指す東部ドネツク州の要衝バフムト周辺で非常に激しい戦いが続いていると明らかにした。ウクライナメディアが伝えた。ゼレンスキー氏はバフムト方面に展開するロ軍部隊に刑の恩赦と金銭的報酬を約束された囚人2000人が含まれていると指摘。ロシアがテロ国家である証拠だと述べた。バフムト方面はドネツク州の要衝リマンから撤退するなど劣勢に立つロ軍が攻勢を維持する数少ない戦線の一つ。ロ軍はバフムトを掌握し、北西に位置する同州の中心都市スラビャンスクやクラマトルスクの制圧を狙っている。一方のウクライナ軍はリマンから投進し、隣接するルガンスク州の要衝スバトボとクレメンナヤを奪還する構えだ。ロ国防省は16日、リマン東方を流れるジェレベツ川の渡河を試みたウクライナ軍を撃退したと発表。タス通信によると、ルガンスク州の親ロ派勢力は同日、スバトボとクレメンナヤ方面に前進を試みたウクライナ軍部隊に9割の損害を与えたと主張した。一方、今後数日間で再びウクライナ軍が再攻勢をかける可能性があるとも述べた。